多分あの明日また見る人いっぱいおるでしょう。多分11時15分だと思いますね。でタイヤがねちゃんとこうしっかりしててね、あのよくできてんな、トミカはね。うん、まあこれ時任一郎さんバージョンのあのトミカになってますね。うん、ドア開けばいいんだけど、ドア開かないね。あれなんだったかな、か、かまど炭治郎さん。かまど炭治郎さんとか、ねずこさんまたね、あったかな。ちょっと見てみないとわからんな。うん。まあ、こういうね、車があったらいいなと思うんだけどね。うん。だから全部持っててすごいな。デーモンスレイヤーで、メイプルストーリーのね、あれ、持ってる人がいると。まあね、鬼滅の刃はまたね、他にもシリーズあるから、それも開けていきたいと思いますね。配信でやった方がいいのかな、やっぱり。配信でしなかったらなんか来ないこともあるよね。わからないけどね。まあいつかね、いつかわかんないけどね。せに行くかな、わかんないね。うん。まあぼちぼちは増えてはいるんだけどね。うん。まあやっていくという感じですね。まあこういう車がね、あればいいなと思います。これスペースギアだったかな。スペーシアか。スペーシアのギアバージョン。うん。これね。ピーピーピープン。かっこいいよね。鬼滅の刃の車はいいな。うん。そう。これ、甘露寺蜜璃さんの。いや、なくて、時任一郎さんの。甘露寺蜜璃さんばっかり間違ってるの。の車ね。まあ、さっきはね、あの他のやってたんだけどね、あのホンダの株ですね。うん、でこういう車がね、アニメ仕様の車がいっぱい走ってたらいいなと思うんだけどね。なんかこうなんか喧嘩にならないんじゃないかなと思うんだけどね。なんかアニメ仕様がいいよな。うん、で甘い、あんまり荒いよな、あの荒いやつじゃなくてね、ほんわかしたやつがいい。なんか道路走ってるとね、なんか2車線になると喧嘩になるような、あるよね。なんでそうなるかなと思うんだけど、競争になったりね、別に誰も競争してないんだけどなと思うんだけどね。なんか2車線あるときに後ろにランプがついて失礼しますとか出ればいいのにね。ちょっと急いで降りますとか、なんかね、車同士でやり取りができればいいってのがいいかもね。うん。なんか、そうよね。ちょっと遅れておりますとかさ。なんか、愛知県っていうかね、あ、なんか名古屋走りとかあるらしいよね。あ、車の運転が安全だったらいいな、やっぱりな。ちょっとお先に失礼しますとか、そういうのあればいいのにね。なんか道路走ったら2車線あると争いが起きたりね、するけどよくわからん。まあ後ろにランプつけたらいいよ、ちょっと失礼しますとかさ、ちょっと急いでおりますとか出ればいいのにね。ちょっとお先に失礼とかさ、なんかそういうランプがつけばいいのに、車のランプ。喧嘩にならないでしょ、そしたらね。ちょっと出勤に遅れておりますとか、そういうのをつけば面白くないね。え、そしたらこう喧嘩にならないじゃないね。え、まあ信号もね、もうちょっとリズムがいい風になればいいんだけどね。車でこう走ってる時にこう渋滞になるの良くないよねと思ってるけどね。なんか同じ時間にみんなが行くから同じことになるよね。同じ日に出かけたりね、同じ時間でしょ。まあそうならんようなね、夜中になればいいなと思ってんだけどね。中心部に入るときは